定めは切り開くもの、変化を恐れる者に行く末はない。ラークスの進言を入れよう。出兵の準備を。承知いたしました。ダイナス、準備の整った騎士団から順次出発させなさい。はっ。ラーク様、ノワール・シュベールはすでに完全武装で待機しております。よろしい。ノワール・シュベールはまずエルフ地方から探索を始めるよう。各ギルドの皆さんも積極的なご協力をお願いします。国王、これでよろしいでしょうか。ん？本日はこれで散会とする。皆の者、ご苦労であった。ジャックさん。え、はい。ちょっと私の部屋までお願いします。はい。俺に何の御用なんですか。用というほどのものではありません。用というよりむしろ相談ですかね。相談？ラークス様が俺に？そう、あなたにですよ。竜殺しの息子、ジャック・ラッセル。うん。会議ではああ言ったものの、私はまだ確信が持てないんですよ。我々は本当に竜を倒せるんでしょうか。そして、竜と戦うという決断が本当に正しかったのか。どう思います？竜殺しの息子として意見を聞かせてください。俺難しいことは分かりません。でも竜は倒せます。俺たちは勝てます。だから俺も竜を倒したい。父さんみたいに。ありがとう。期待した通りの頼もしい言葉でしたよ。竜の討伐にはあなたにも参加してもらうことになるでしょう。そのために会議にお呼びしたのです。手柄を期待していますよ。はい、任せてください。このテントにいる男が一体どうしたって言うんだ。はっきりとは分かりません。ただ彼は何かを隠している、そんな気がするんです。しかしあの時は参りましたな。わざわざブラッドオークをおびき寄せて花の都を襲わせようとしたのにな。まさか新米騎士団までうろちょろしているとは。いやはや驚きました。まったく、とんだ災難だった。あのブラッドオークはクロス殿が、なんということを。そのためにリドリーさんは、こうしてはいられません。リドリーさんに知らせなくては。ちょっとガンツ待ってってば。なんだお前か。こんな時間に何の用だよ。寝ぼけてる場合じゃないぞ。早く起きろ、この鶏頭。人を叩き起こしといてふざけたこと言ってくれるな。私はただ敬意を払うべき相手とそうでない奴を区別しているだけだ。などとのんきに話してる場合じゃない。ああそうかよ、さっさと要件を言えよ。竜が、風竜が見つかったんだ。なんだよそんなことで。え、なんだって？
今、風虫の谷でノアール・シュベールが戦っている。そうか。テアール、なんで俺んとこに知らせに来たんだ？お前は戦士ギルドの隊長だろ。お前の隊でも盾ぐらいにはなれるはずだ。とっとと行って働いてこい。ったく、その口の聞き方なんとかならねえの？ごちゃごちゃ言ってないで、さっさと支度をしろ、支度を。はいはい、わかったよ。あ、そうそう、風虫の谷はノエム地方だからな、急げよ。いつかぺちゃんこにしてやる。あれは？ジャックか？諸君、大丈夫ですか？わざわざ何をしに来たというのだ。貴様の出る幕などない。なこと言ってる場合なのかよ。うるさい。雑魚は引っ込んでいる。なんだと、この。やれやれ、いきなり仲間割れか。人間の傲慢さは底なしだな。傲慢だと？そういう妖精は何なのだ。竜を手なつけ人を襲っているではないか。手なつける？私がセファイト様を？これだから人間は笑える。自然の摂理をねじ曲げ、自分たちだけの利益を追求し、アルガンダースを撒き散らし、ドワーフを奴隷にする。思い上がるのもほどほどにしろ、人間どもめ。黙れ。食いることになるぞ。クロス、先走るな。しかし将軍、奴のために我が隊は壊滅状態。引き下がるわけにはいきません。それは君たちが攻撃してくるからだ。セファイト様は降りかかる火の粉を払うだけ。竜は我らエルフよりずっと聡明だ。そして崇高で慈悲深い心を持っておられる。竜がなされることに間違いはないのだ。おいおい、ちょっと待てよ。だったらなんで人間だけ襲うんだ。シリュウなんか人間とドワーフの間に割り込んできたんだぜ。そんなこと。なあ、教えてくれよ。なんで竜は人間を目の敵にするんだ。人間の傲慢さはやがて世界を侵食し滅ぼしてしまう。竜は世界の秩序を守るために人間を排除しようとされているのだ。なんだよそれ。人間は竜にやられる運命だっていうのか。人間は自らそういう道を選んだ。滅ぶのは当然の報いというものだ。もうその辺でよかろう。これ以上の問答は時間の無駄だ。立ちはだかる敵は切り伏せればよい。竜よ、覚悟しろ。何がおかしい。だから愚かだと言うんだよ、人間って生き物は。本当にそうかどうか、その身で確かめてみるがいい。なーに、確かめるまでもないさ。君は何も分かってないのか。何を。このクロスワードを愚弄するか。おいクロス、邪魔すんなよな。うるさい。引っ込めと言ったはずだ。まさかそれは。ん？お、己、いまいましい人間どもめ。とうとう本性を現したな。邪魔するな。うわあ、クロス。前に注意を払え。来るぞ。
ま、将軍！私に構うな！フーリを倒せ！はい。うわあ！こんなことが。見事だ、ジャック。ケアン殿に続き、竜を退治してのけると。ケアンだと。ケアン・ラッセル、俺の父さんも水流を倒した。なんだよ。なんという運命の皮肉だろう。やられるのも因果か。だが、覚えておくがいい。人間に未来などない。ただ、繰り返すのみ。俺に殺されるのは因果。この痛み。落ちたか、セファイド。将軍、討伐隊援軍、ただいま到着しました。遅いぞ。申し訳ありません、新たな知らせが飛び込み、対応に追われておりました。新たな知らせ？その、ヘレンシア砦がエルフの奇襲を受け、陥落寸前に。奇襲？よもや竜を囮に使うとは。その上、敵の先方にガウェイン殿が。ガウェイン？クロス様は、私が城へ。ああ、頼む。私はヘレンシア砦で向かう。将軍、俺も行きます。しかし、お前は騎士団ではない。無理せずとも。騎士だとか騎士じゃないとか、そんなことはどうでもいいんです。ガウェインは父さんの仇なんです。わかった、好きにするがいい。ありがとうございます。偵察隊より報告します。ヘレンシア砦はエルフ軍によって完全に包囲されております。砦の守備隊との連絡は不能。いつまで持ちこたえられるかは不明です。そんな、早く助けに行かなきゃ。将軍、急ぎましょう。今すぐ出発しましょう。ジャック。はい。報告は最後まで聞け。はい。敵兵力は同等かそれ以上。砦を奪われた場合、奪還は困難と思われます。報告は以上です。よし、下がって休め。はっ。とにかく急がないと、砦が妖精に占領されちゃいます。間に合わん。おそらくエレンシア砦は落ちる。え？エレンシア砦は人間とエルフの因縁の遺跡、地理的にも重要戦略拠点だ。風流が見つかり、我らは派兵した。手薄になるのを待っていたということだ。エル、妖精は以前から人間と戦う準備をしていたようだな。同じ大地の恵みに生きて、悲しいことだと思わんか、ジャック。将軍。しかし、私は戦うことでしかそれを止めることができない。